ウグイスズカ古墳は、奈良県奈良市春日野町にある古墳。形状は、前方後円墳。国の史跡に指定されている。奈良県北部、奈良市北東港の若草山山頂に築造された、大型前方後円墳である。ウグイスズカの古墳名は、清少納言の枕の奏神における、ウグヒスの三笹を本古墳に否定する伝承に、由来する。墳形は、 前方五円形で前方部を南南西方向に向け、噴球の側面を平野側に向ける。噴球は後円部で三段蓄星、前方部で二段蓄星と見られる。噴球表面では前面に採石による厚い吹き石、および円筒波庭列が認められるほか、軽症波庭が検出されている。主体部の埋葬施設は明らかでないが、 分球場では副葬品と見られる小型内光化文献、活石性をの形石製品が出土している。付近の前方部前方には小方墳1基、小炎墳2基が残るが、これらは倍長の可能性が指摘される。築造時期は古墳時代前期後半頃と推定される。古墳域は1936年に国の史跡に指定されている。 公園部奮闘古墳の規模は次の通り。公園部奮闘には、江戸時代の教法18年に石碑が建流されており、正面にはうぐ、鶯塚、い面には、教法18歳時期中9月、牛虎達東大時大肝心上人、交差年市立縁起式曰く、平城坂上博青少納言の、鶯ぐ陵並び川流しと記載されている。また奮闘には三等三角点。 三笠山がある。ありがとうございます。